三戸市東大町茨城県道174号小泉三戸線は茨城県三戸市小泉町から同市東桜川に至る県道である。1959年10月14日新たな県道として東茨城郡常住村大技小泉を起点とし三戸市を終点とする区間を本路線とする県道小泉三戸線として茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号174となり、現在に至る。水戸市、小泉町から東、大野まで続く中川の川辺に沿う区間は、1.5から2車線の道路が続き、センターラインのない道幅の狭い区間が多いため、道路拡幅改良が予定され工事が進められている。福音、曲線半径、郊外その他道路の状況により最大積載四トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。可燃手帳は昭和55年に廃止された三戸市の9丁目。現在の三戸市本町3丁目、三戸本町郵便局付近。9丁目は昭和55年に廃止された三戸市の9丁目。現在の三戸市東桜川交差点。国道124号、国道245号、茨城県道2号三都鉾田沢原線。 茨城県道6号水戸中港線と徴用。ありがとうございます。